中港駅は、茨城県ひたちなか市釈迦町にある、ひたちなか海浜鉄道港線の駅である。旧中港市の代表駅であり、中港地区の中心市街地、中港反車路、中港おさかな市場の最寄り駅である。単式、島式2面3線のプラットフォームを持つ、有人駅で、全列車が交換を行う。ただし、島式のうち線は、基本的に使用せず、 もっぱら車両留置に使われている。港線の車両基地である、港機関区を有し、原則夜間大泊はここでのみ行う。ホームへの立ち入りは危険防止のため列車到着約5分、前から発車後までに限定される。ただし、入場券での入場や、レンタサイクル利用はこの限りではない。駅舎の隣に飲食店があったが、その閉店後は、待合室を経て、 リフォーム工事を機に現在は、茨城交通中港営業所となっている。当駅は、日立中海浜鉄道港線の運行場の拠点駅であり、同鉄道本社、前日のように、機関区が併設されており、上下線の全列車は当駅で列車交換を行う。旧中港市の中心部である。日立中市役所中港市所は、殿山駅が最寄り駅である。また、 徒歩15分ほどのところにある海門橋を渡れば、大洗町へもアクセスが可能であるため、駅構内の名所案内には、大洗磯前神社や常用秋春記念館などが記載されている。大洗フェリーターミナルは1日2便のみ、軽油駅猫、おさむ。ありがとうございます。